ソルブリッツ北海道の三原グラウンドに来ております。マネージャーの松田さんにお話をお伺いいたします。こんにちは。こんにちは。ソルブリッツ北海道のマネージャーの松田です。江別をホームタウンとしてホームグラウンドとして活動しておりますサッカーチームです。私たちが目指しているところは、JFL という、J1、J2 その下にあります日本のリーグになります。で現在は北海道リーグで活動しておりますが、今年も、北海道リーグで優勝をなんとか収めまして、11月の22日から始まります JFL に昇格をかけた、地域リーグの方に今年もチャレンジしてきます。そこで上位2チームに入れば JFL の方に、昇格が可能になります。ただまだ皆さんの方にノルブリッツ北海道というチーム自体、知ってもらっていないので、もっともっと私たちの活動によって、皆さんにチームのことを知ってもらおうかと思っております。今年は、リーガノルブリッツという、江別の地域江別を中心に、道央圏の方々に参加してもらって、私たちが、独自に作りましたリーグの方で、皆さんのサッカーに携わっていただくような形のものを、江別市サッカー協会様商工会議所様と、連携してやらせていただきました。今後もこういった形でどんどん、いろんな皆様の楽しんでいただけるような、企画、サッカー以外のことでもどんどん皆様の方に知ってもらうことをやっていこうと思いますので、どうぞノルブリッツ北海道をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでノルブリッツという名称についてはちょっと説明していただくと、分かると思います。ノルブリッツっていうのがドイツ語になりまして、ノルというのが北で、ブリッツが稲妻という、意味です。で、もともと私たち北海道電力のサッカー部が前身でして、その名前を継承するような北の稲妻が電力という部分を表すような形になっております。はい、ありがとうございました。